んにちは。皆さんお元気ですか？シンガーソングライター、そして眠っているあなたの本当の声を引き出すボーカルコーチ、ひろよです。さて、今日はもうズバリ、うまい歌が歌えるようになるための朗報です。それはまず第一歩としてはとても簡単なこと。どんなことですか？はい、あなたがリラックスしていることです。そうすると うまい歌が歌えるようになるわけですね。リラックスしているというのは、まあ、温泉に入っているみたいに力が抜けていることです。力が抜けるためには、まあ、ウォームアップですね。ストレッチをしましょう。こういうやつ、やったことありますね。学校で体操教室エアロビクスとか、みんな必ずストレッチをやってから何かをします。それには本当に意味があります。リラックスするんです。歌を歌うということはただでさえ力が入りやすいので、ともかくリラックスすることで今の歌っている歌よりは数段うまい歌が歌えるようになります。そしてもう一つと、あ、うまい歌が歌いたいわと言って習いに行くとしますね。何をあなたはまず想像しますか？大きな声、高い声、これが出たら歌がうまいんじゃないかと思うと思うのですが、それ大きな間違いです。ちょっと考えてください。上司と友達と同僚と、カラオケに行きます。大体その中に一人ぐらいは大きな声で歌う人がいますね。その大きな声で歌った人の歌を聞いた時に、感動した、すごい歌うまいじゃんとか思うことあるでしょうか？まあまあ、もちろんそういうすごく大きな声を出してうまい人もいますけれども、それは大きな声が出たからうまいなとあなたが思ったわけではないのではないかと思うんですよ。じゃあどうしてうまいなと思う歌、あなたはどういう時に思っているんでしょうか？考えましょう。それはあなたが心地よくなっているんです。その歌を聞いて気持ちいいと思っているから、その歌ってうまいなと思うと思うんですね。心に響いているというか、そう、心地よい歌というのがうまい歌ということで、心地よくなるためにはリラックスしましょうということになるわけですね。わかりましたか？あなたがリラックスしていること、これがまずうまい歌を歌える一歩です。第一歩、初めの一歩。簡単なストレッチでいいです。歌を歌う前、カラオケに行く前、ちょっとやってみましょう。大きな変化に気がつくはずです。次のビデオではどういうストレッチがいいのかをちょっとお教えしたいと思いますが、待てない方、どうぞこの URL、 下に出てますシエスタボーカル&ミュージックの URL を押すか、まあ検索ですね、シエスタボーカル&ミュージックで検索してください。気軽に体験レッスンを受けて私と会ってみませんか？お役立ちヒントを差し上げられると思います。そしてこの YouTube チャンネルではどんどん楽しい、役に立つお話、ビデオ載っけていきたいと思いますので、チャンネル登録の方をお願いします。でもまずは URL クリックかな。ではお待ちしています。シエスタボーカル&ミュージック、ひろよでした。 See you! バイバイ。